上田清さん、はい、まず、赤羽大臣はじめ、政務三役の皆さん、国土交通省の皆様には、えー、広範囲な行政分野にご尽力を賜りますことを、を改めて厚く御礼を申し上げます。大臣の所信表明に沿ってです、ね、4点に絞って質問をさせていただきます。まずはコロナ対策のうちに、中小企業対策でございます。 2月27日に安倍総理が有国に記者会見をされ私もこれは中小零細企業に大変なことになるだろうというようなことを考えましたたまたま夜に青色新国会の県の副会長から電話があってこういうときにはいつも有利な金利だとか資金繰りの件での設定が出されるけれどもむしろ 返済猶予の方がありがたいんですよというようなお話がございました。そこで早速、次の日に私は、県の商工会連合会の専務理事、商工会議所連合会の専務理事、600からの組合を総括する中小企業団体中央会の専務理事、県の保証協会の会長、そしてまた、県の産業公社の理事長にお目にかかり、ヒアリングをして、実際、 何が一番有効か、まあ、もちろんいろんな組み合わせがあるんですが一般的に言えば返済というのは事業が継続されて利益が出て売上がしっかり出ているとゆえに返済ができるということが前提になっているわけですけどもそれが条件が異なってきた時に当然返済がしにくくなる。 まさに今回のコロナウイルスにかかる事案はです、ね、まるっきり条件が変わってしまったという事例ではないかということでございますので、私はこの新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へということで、資金繰り関係でもです、ね、セーフティーネット保障、貸付条件の緩和、また金融機関への 配慮要請ということで、特に1、2、3、4のうちの2のところで、返済猶予等、起用債務への条件変更についてもです、ね、対応していただけるということでございますが、まさにこの順番からしてです、ね、3番手にあって、なおかつ4項目の中の1項目という形ですので、いかにもです、ね、この部分がやっぱり弱い、こんなふうに私は思っております。 中小企業庁の政府委員の方からです、ね、この債務返済の猶予、あるいは停止、半年ほどのです、ね、そうした検討というのは、内部でなされているかどうか、お伺いしたいと思いまますすどうぞおお願いいしし中小企業庁次長お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症拡大の影響につきましては、各地域や各業種の企業や業界団体に類似、ヒアリングを行うとともに、特に中小企業につきましては、全国1050か所に設置した経営相談窓口において情報収集を行っているところでございます。相談窓口には、幅広い事業者から資金繰りに関する相談が寄せられているところでございます。こうした状況を踏まえまして、2月13日、取りまとめた第1弾の緊急対策におきましては、5000円規模の融資保証枠を確保し、事業者の資金繰りを徹底的に支援しているところでございます。 中小企業の事業継続にとりまして、資金繰りの確保は何よりも重要と認識をしておりまして、そのためには、事業者に必要な資金を供給する融資保障に加えまして、ご指摘のとおり、企業債務の返済を猶予するということも極めて効果的な支援策であるというふうに認識をしております。このため、3月6日には、財務省、金融庁などの関係省庁と連携しまして、官民の金融機関に対して事業者の状況を丁寧にフォローアップしつつ、企業債務の返済猶予等の条件変更につきまして、 迅速かつ、柔軟に対応するように、2月7日、2月28日に続きまして、改めて要請を行ったところでございます。経済産業省としましては、所管する政府系金融機関および各信用保証協会が、今般の要請に沿って、事業者に必要に応じた十分な対応を行うよう、しっかりと指導をしていくということとしておりまますす以上でございさ藤え、大臣。あの 所考えだということで事務方的には言われておるんですが、私はちょっと独自の考え方をしております。まあ連立与党を代表してですね、赤羽大臣は閣僚となっておられます。えー、連立与党のですね、まさに公明党の政策のですね、一丁目一番地みたいなところでもこの分野はあります。まあそういう意味でもですね、このいろんな意味でのメニューを用意しているんですが、確かに。 一定程度の資金を用意してです、ね、あの貸し出し金利をほとんど無利子でやっていくとか、あるいは無担保、無保証でしていくとかというのはです、ね、政府としてやりやすい一定の資金を持てばです、ね、条件緩和の話は相手側がありますので、政府系金融機関にしてもです、ね、あるいは民間の金融機関にしても、当然、政府が強要できるわけではありません、予算でできるものでもなりません。しいまして ある意味では強力なですね協力要請、強力なですねこのご理解というものが必要ですので、まさに政府を挙げてというような、ですねこれは丁寧なですね要望をしないと、そこまでいかない可能性があると思います、文章ではこうして出てきます、そういう意味でも、ですね赤羽大臣担当の財務大臣、 あるいはです、ね、金融庁長官、あるいはまた農林水産大臣、農林中継もありますので,です、ね、そうした方々含めてです、ね、ぜひしっかりです、ね、総理も含めてアピールをしていただきです、ね、実現ができるようにです、ね、お願いをしたいと思っておりますので、所管だけ述べていただければあ赤羽国土交通大臣。 あの上田先生はあの地元あの、現場のことをよくご,ご承知だと思いますし、のその現場のことをご承知の上でのご提言だと思います、でまた、今回のコロナウイルス対策あ、コロナウイルスの事案というのは、相当、相当な厳しい状況だということで、おそらくです、ね、このセーフティネット貸し付けとか、いろいろやっても、結局、借金が増えるだけだというような側面があったりとか、まああの無、無担保、無保障とか言いながら、現実には個別対応で。 そうはならないというのは私自身も経験をししてままいいりましたそういう中で、えー、返済猶予ですとか、あのーまあ、私,あの私はの無,利子無利子融資みたいなことも相当、まあまあ、効果があるけど、まあ、なかなかやりにくい、簡単にはするとモラルハザードが起こしてしまうということでありますが、それは相当厳しい状況だという認識の上でです、ね、えで、ー、私も中小企業、 を抱えるあの,業界所管分野の責任者としてこうしたことはまあ政府部内でも、またあの公明党の連立与党の、私党を代表するとは、誰も認めてくれないんで、一員として、そうしたことをしっかりと申し入れていきたいと思います、で今日の夕方、この後ですねあと、新型コロナウイルスの感染症対策本部があのあの開催して、そこで緊急対応策の第2弾が。 発表になりますでそこについては、もう麻生副総理も、えー、民間金融機関に対して、そうした今、上田先生が言われるような返済猶予のことをかなり強く要請するというのが活字になっておりますので、まあそ、そうしたものが出るよう、ちょっと出るのかどうかはまだよく分かっておりませんが、そうしたことに注視しながら、まあ多分第2弾では終わらないと思いますので、第3弾、第4弾で、今の先生のお提言をしっかりと、まあ、受け止めながら、あの まあ適切な対応をしっかりとしていきたいとまあちょっと所感ではありませんけどちょっとあえてあのご質問ですからと答弁させていただきました上田清さんありがとうございますよろしくお願いいたします二番目にですね、大臣所感の二つ目について大臣の方は観光は成長の柱地方創生の切り札とこのように申されております確かに日本における数少ない成長分野で気持ちはわからぬのではないんですが 柱とといいいううにははは細すすぎるのでなかもを私は思っておりますそれはいわゆるインバウンドは1000万が3000万にあったという、この規模感というのはですね大きい、直近では3800万というような数字も出ておりますので、非常にあの盛り上がっていると、しかし一方、1000万の GDP は1.5兆と、4.5兆になったという話であります。 私が知る限りですねいわゆる非居住者家計の国内での直接購入の対 GDP 比、いわゆるインバウンドの GDP 比ですね、この部分は550兆と、約ですね見て、ざくっといけば0.8%だと、観光庁長官おいでですね。 この数字は間違いありませんか、GDP 比0.8%、えーえー、ただいま先生ご指摘のちょっと数字についてはあの、現時点ではちょっと詳細にはお答えできませんが、私の方でもまたあの数字その他をしっかりと、えー、チェックをしておきたいと思います上田清さん、えー。ご案内のように、現在、その0.8%だと。 まあ、6000万にしていくというお話もございますので、あるいはそれが1.6%という世界があるのかもしれませんが、しかし、例えば、担ぎ頭のです、ね、自動車、自動車部品が17兆ぐらいですね、あるいは電気機器等々は15兆から16兆ぐらい。 それ以上にでかいのが個人消費ですね、日本の GDP の6割といいますので、550兆と見て、ですねこれが330兆と、全然桁が違うわけですね、それはそうですね、1週間か10日いて15、6万円使う方と、年間通じて生活をしている日本人が使うお金との差があるわけですから、 そこで資料を二枚丸一と丸二配布していただきたいんです。私は順番が少し遅くなりました。すみません。資料の先に変わってお話をすべきだったんですが、実はあの大臣ですね国税庁が抑えている。 給与所得者の平均が約420万円でございますね。と、これ、この方々の賃金があんまり上がらないんですね、今、資料を配布しておりますが、日米独のグラフ、1995年を起点にして、ですねデータを出させていただいておりますけども。 日本とドイツの生産性は変わっていない、そんなに変わらない、よく日本の生産性が低いと言われてますけど、実はそうでもないんだということもあらかじめ言った上で、そして賃金だけはですね、1995年時点で、日本は下がりっぱなしと、ドイツは1.5倍、アメリカは2倍だと、したがって消費のデフレーターもですね、 下がっているとこういう実態がある以上ですね、なかなか個人消費が増えない、また消費税増税という形にもなっておりますので、むしろ日本の経済成長の柱というのは、ですね個人の消費を高めることにあるんではないかというふうな認識を私は持っておって、そのためには賃金を、 上げなしけないと仮に4%上げればですね420万の給与所得者のです、ね、平均値13兆2,000億ぐらいざくっと増えますねそうするとやっぱり成長の柱よりももっと大きいとそういう意味で,です、ね、もちろんインバウンドも重要ですけどももうちょっと成長の柱というには 細すぎるんで国土交通省としては、もっと強い柱をアピールする必要があるんではないかと、私は思うんですが、いかがでしょうか中場国土交通大臣。あの我が国の GDP に対する寄与、寄与度は何どうかと言われたらあの、上田先生のおっしゃるとおりだと思います。で加えてて、えー、もちろんあの賃金が上がが上って個人消費が 進むということが一番大事なんですが、まあえー、自公政権、安倍内閣ができて、えー、もう7年を越しました、あの円高デフレ不況と言われているところからかなり脱皮をしておると思いますけれども、なかなか賃金が明確に上がっているという感じではない、個人消費がなかなか回復しないというのもまあ現実だと思います。 雇用なんかはずいぶん良くなっているんで、経済全体としては良くなっていると私は思っているんですけど、そこはもう最後のなんていうか、もう一歩本本、えーまあ、景気回復が本格的にならない、一番それは大きな問題だというふうに思います。で,ですから、それのことはまあ全くもあの別にそれであの、そういうことを無視して、細い柱を無理やり切り札でいってるわけじゃなくて、でですね、で具体的には私、4つの柱ということで。 防災・減災が主流となる安全・安心な社会づくりということで、建設業、土木業とか、地域を支えるという意味ではそうしたことも書かせていただいておりますし、安全・安心な移動環境の整備ということで、自動走行ですとか、自動車産業のことも言及しておりますし、持続可能な地域社会と経済成長の実現という意味でも、そちらの方がやっぱりポーションは大きいと思います。ただ、私があのなぜあの観光ということを言うかと言いますと、 観光というのは、まあ、10年ぐらい前までは産業とはあまり思われてなくて、遊びの延長みたいなところで、えー、国の予算というのも本当、ビビたるものだったと思います。しかしそそれな、そうでありながら、まあ、自公政権の中で、観光を産業にするんだということで、さまざ、あ、まなことをやり、まあ、インバウンド、一つ見てもかなり数は上がってきて、消費もたぶん0.8%ですけど、まあ、少なからずそういう統計も取られるようになったと。は 経済的なインパクトというよりも、少子高齢化で、過疎化が進んでいる地方ですけれども、行けば行くほどです、ね、やっぱり外国人とかあの、日本人の旅行者をお迎えして、そして地元の観光資源の良さというのを再発見する、やっぱ自分たちの土地も捨てたもんじゃないんじゃないかということで、その地域の人たちが主体者となって、地方創生に立ち上がっているっていう成功例がたくさんあるということを。 この職員によってあの知りまして、それはまだまだのあの地域でも、そうした発展というか、ことは非常にそういう、まあ、なんとか、数字というよりも、訂正なところっていうのかな、その効用ってすごく大きいということで、あの観光資源をもっと磨き上げてです、ね、それぞれの地域が誇りを持てるようにという思いで、まあ、切り札の一つと書けばよかったのかもしれませんが、そうした表現にさせていただいて。上田清志さん 資料の三と四をご配布をお願いいたします、えー。まだ雇用に関してもですね論争したいところですが時間がありませんので今日はまた機会いただきたいと思っています。公共交通の維持確保でございます。まあ実はあの路線バスがあのこの五年間でですね六千キロなくなっているんですね。 この6000キロという距離数は、まあ、四国を除いてです、ね、北海道から九州まで日本一周ができるとざくっと言えばですねそういう距離なわけですねで今回あの堀さんの一部改正でですね大変あの工夫をされた部分もあって評価をしたいところでありますが、まあ、同時に平成26年に 地域公共,公共交通網形成計画が作られて、えー、まさに対策が取られてきたわけですが、資料3に見られるようにです、ね、決して歯止めがかかったわけじゃないわけですね。年々、路線バスが廃止されていくという、このプロセスは変わっていないとなぜそうなのかというです、ね、この路線ごとの,この分析。 これ都道府県ごとに、あるいは市町村ごとにです、ね、なぜこう存続ができているのか、なぜできていないのかとか、こうした分析がです、ね、十分なされていない、私はそのように思っております。この部分に関してです、ね、率直にです、ね、大臣についてです、ね、これを伺いたいんです。で私はむしろろ、ね、存続がううまくできたようなところ これは当然、県や市町村で補助金も出してます。で、存続ができているところなんかはです、ね、5年以上も存続ができたらです、ね、その県や市町村が出している補助金の半額ぐらいですね、後で国が交付するぐらいのです、ね、支援をすると、つまり、存続ができないところは、何のある意味では補助金も出ないわけですけども。 存続がどんどんできるということになるとです、ね、国もまたさらに支援するということになりますので、よりインセンティブが湧くと思うんですね、これは重大なことでありましてです、ね、これからまたさらにです、ね、5年たったら6000キロなくなっていると、国土じゃありませんが、5年おきに再建計画というようなことになりかねないようなです、ね、計画になったらどうするんだということをです、ね、私は危惧しておりますので、大臣、この点についてお答えいただければと思っています。 赤羽国土交通大臣。あの少子高齢化人口減少化が各地で進んでいて。公共交通の維持っていうのは大変難しくなってるって言うのはもう先生のご指摘の通りだと思います。で他方でですね。高齢者の皆さんの。あの運転による交通事故が。がまあ、大変増えているっていうのも事実で。同時に各家庭でそのお父さんの免許を。を 変換するかどうかみたいなことで、それが親子喧嘩の一番のネタになってるみたいな話で、えまあ自動車の免許の返還というのも非常に進んでますけど、そのそれそうしたことの見合う公共交通機関というのが、まあ大事だと、そういう意味で路線バスをどう維持するかっていうのは非常に大きなテーマだというふうに思っております。あの、いろんなところで工夫をされてるって、あの埼玉県でもあの東秩父え、東秩父村ですかえ何。 イーグルバスの展開とか、私の神戸の北区というところも非常に便利の悪いところなんですが、3つの町の中で自動走行のコミュニティバスをトライして、結構うまくいってたりとか、まあ、さまざまな、あと表現でいうと、豊岡市というのは非常に優勝旅客あの自動のサービスをうまく使ったりとか、工夫していまして、それというのはなかなかこう、 横串というかあのすそうしたことをなかなか今まで国の支援というのがなかったというご指摘だと思いますので、そうしたこともしっかりあの本当に喫緊の課題として受け止めてです、ね、国としてどう支援ができるのか、ちょっとしっかりと検討して適切な対応を考えてみたいと思っておりまぜひあの丁寧な分析をやっていただきたいと思います。最後に 所有者不明土地についてですが、資料の4を見ていただけば分かりますように、かつてえ九州と同じぐらいの面積がえ所有者不明土地であるというようなメディアの報道がございました、私は即座にこれは嘘だろうと思いました、なぜならば、100件のうち20件ぐらいはですね所有者不明だという話になってしまいますので、そんなことはないと。 住宅が100件あって、20件も所有者不明だったら、課税当局がよっぽど怠けてるんだと、行政は怠慢だと、こう思わざるを得ないんで、これは嘘だと思いましたんで、埼玉県ですぐ調べました、そしたら、えー、全く登記がされてないのが0.1%、で、えー、登記はされてないけども、あごめんなさい、えー、0.1%は登記も課税もされてない、だから全くわからないと。で 当機はされてないけれども、課税しているので、課税当局がしっかり抑えてると、これが1%でした、つまり89.9%は、ああ、98.9%は抑えてるという話だったんですね。したがって、日本国においてですね、まさか22%もですね、この所有者不明都市というわけにはないと思ってるんですけども、 本当の数字というのは本当の概念というのは一体何なんでしょうか。大臣はどう思われますか。<laughs> <laughs> 青木土地建設産業局長。お答え申し上げます。あの今先生あのご指摘になりました数字はですねあの平成28年29年度でですね地積調査で不動産等規模で所有者の所在が反映しなかった土地っていうのが。 え、筆数ベースであの約2割ということでございます。で、この知的調査におきましては、実施主体の市町村がですね。まあ、その後、いろんな手を尽くして、えー、苦労して探索をなった。結果、まあ、最終的には地域調査ベースでいけば、あの筆数ではあの約0.4%ということになっている、えー、ということでございます。ただ、一方でそのまあ知的調査もそうなんであります。けれども、登規模に当たって約2割。 連絡がつかないというところから、最終的に所在者の不明の土地を0.4%までしろ締め込むまでにです、ね、膨大な時間、費用、労力、これは公共団体も含めて、社会的コストがです、ね、相当かかっているということは、これ、極めて深刻な問題と思ってまして。 でこれは公共事業の用地取得をはじめ、えーまあ、いろんなところで問題になっている、まあ、このための対応ですね今、いろんな形で、あのまあ、例えば所有者不明土地法などでですねあの措置を行ったりということを今やっていると、こういう状況でございます上田清さんまあ今、お話のとおりです、ね、まあ、実際は0.4ぐらいだと、0.44ぐらいだというお話でございますが。あの 私も新年会で,です、ね、埼玉県選出の衆議院議員が九州ほどの面積の土地が分からないんだなんて言ってです、ね、うなっておられたんで、<laughs> この人は分かってないなぁなんて思いながらです、ねえー、気持ちがあったんで、あのー、思ったところなんですがやはりこれはです、ねえー、法務省、あるいは財務省等々もです、ね、一緒になってです、ね、きちっとしたことをです、ねあのー、国民にアピールしないと。よっぽど 行政というのは、すね、怠けてるのかと、見張りもです、ね、分からないのかと、誰のものか、こんなことでどうするんだというふうに、私は思われかねないというふうに思っていますので,です、ね、真の数字をです、ね、ぜひ、赤羽大臣のリーダーシップの下で,です、ね、数字をです、ね、明らかにしていただいて、丁寧に、大方は抑えているんですよということをですね、 日本国民にです、ね、知らせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。時間が過ぎておりますので、大臣簡潔にお願いしますあのこの所,所有者不明土地とか、所有者不明的な土地も含めて、大変あの土地の所有のあり方、管理のあり方も大事ですので、あの今国会、法案提出も予定しておりますので、あの国会でも議論、よろしくお願いしたいと思います。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて参加いたします。お疲れ